てきた？いや、うん、小瀬まいた。水底が見えるけど魚はおらず、ね、何もいない。いないね。でかい。何にもいないじゃん。うん、小魚もいないよ。全然いない。魚気なし。なんかただただコマセが下に沈んでいくだけじゃないですか。何、どうしたどうしたあれ、ね、あれ、大体釣り人がいないもんね。魚釣れてないんだよ。よっしゃね、あまりにも失望した元町は元町子がもう失望しまくったんで、違うところに移動です。ね、魚がなんじゃダメだってね。あんな状態じゃダメだって。確かに熱帯魚みたいなのが 2,3 匹出てきたけど、あれじゃダメだとね。じゃあやる気を下がれるね。感じになっとらん。元町子はなっとらん。だからこれから刺し生地の方にね、刺し生地の方に向かいましょう。工事やってるあそこの一番先端部分に、なんかユンボみたいな、あそこじゃない、崩れちゃったとか、大ダンスをね、これ。なんかこっちちょっと海がざわざわ、風がまた東からの風がこっちからですか、ね、受けてんのか、なんかちょっと左の方がざわざわしてるよね。あ、誰かいる。刺し木事故はほら、んあ釣り人じゃないね、うん、うん、一応風裏だからっていう。なんか珍しいな、刺し木事に釣り人がいるなんて。うちらはこっちの、うん、そっち側もまあ静かだよ、なんかね、うん、何つってんだろう。右側の方は結構浅いんだよね、あそこね。右の方はね、あんまり深くないんだよね。あ、うん、左のテトラが入ってる方はまあ そうでもないけど、でもあれ釣りでしょ。釣りだよね、なんかね、あの人たち2人かなんか釣りで、釣りっぽいよ、うん、久々に来るけど、うん、久々ですよね、ここ、ね、久々に来るね、うん、その人かな。なんか釣りしてるよ。カセ釣りみたいな感じもしなくもないけど、なんだかわかんないけど、うん、刺し生地やってまいりました。でもレンタじゃないですか。あでもあの箱はどこにでもあるのか。わかんないけど、ちょっと、はい、刺し生地工です。穴釣りスポットだよ、ここ。ほらな、カサゴとか、まあ、大島は伊勢エビは禁漁だからな。そうですね、うん、ご禁制だから狙っちゃいけません。でも穴釣りできるよ、穴釣り。なんか穴釣りいいんだよ、ここな。
まあ、テトラの上に乗っかんなければ、テトラの上に乗っかると危ないからさ、まあ、乗っかれるけどさ、乗ろうと思えば、多分乗ると危ないよとか言われそうだけど、結構ここ穴釣りできるよ、ほら。うん、テトラの先であの辺りねえ、まあ行こうと思えばここ全然行けるもん、テトラの上乗って、うん、ほら、そっち行きますと、あの辺、いや、そうですね、うん、あの大磯でやってたところそうだな、あの辺でもって深瀬もできそうな気がするよ、ね、なんか前からこんなになってたっけ、ここのテトラってこんなだったかな、なんか動いたのかな、なんか結構乗りやすいよ、このテトラ乗りやすい状況になってるもん、こうの方も一応下見でね、一応ここ候補地、昼間の穴釣り兼深瀬釣り候補地として、なんか変わったよ、でもね、ここね、そっち側の、うん、本当にそこにテトラがもっと積み上がってたような気がする、確かそうだったような、うん、記憶が、うんうん、なんかさ、そのテトラの影かなんかでカップヌードル食ったのはそこだもんな、これであの地面に入ってる海藻かなんか入れてあげたじゃん、にあってあれそこだったから、あんな風に向こう側の海が見えなかったんだよ、前は、うん、変わってしまったんだ、なんか台風かな、多分台風じゃない、うん、多分ね、そうだと思うけど、台風以外にはあんなテトラがあんな風になくなっちゃうことはないだろう、なんかちっちゃいメジナが釣れてるとも言ってたもんね、おじいちゃんたちね、うん、夜はいいとか言ってたじゃん、そうですね、夜、うん、夜ゆずり、ここがいいんじゃないの、あそこの、そこで、ね、テトラ側を狙うの、でもまあ、まあいいや、うん、まあ、それだったら俺はそっちに行く、そっち、あー、何回もやって釣れなかった、そっち行くの、そこ何回やっても釣れなかったんでね、懲りないやつだって感じです、懲りない釣り人、サンドどこじゃないんじゃないの、もっと来てるやつ、サンドじゃないですね、うん、まあ昼間のなんかはおじちゃんとおばちゃんがでかいメジナ釣ったのはそこだけどね、釣ってたのね、見せてもらったのはね、うん、まあいいや、うん、じゃあちょっと最後ハブに、うん、下見行きましょう、ああやっぱこう、そうハブね、そうだね、誰もいない、ざわざわしてるけど風がどのぐらいあるか、誰もいないということは釣れないということと釣れない、ここで逃げ合ってたんだ、なんかアジおっくりした、なんていうの、枯葉か、うん、アジでしたっけ、アジ釣るときみんなダーッと、アジかイサキか、夜イサキっていうときもあったな、なんかな、アジだっけ、あの青物じゃない、あとはあのなんかあの初号みたいな、違うかな、アジじゃなかったですかね、昼間だよ、うん、うん、来たらずらっと地元になる、そうだっけ、うん、どうかな、なんか誰もいないけど、本当に誰もいないどれどれ、風はどうか、いやー、あー、風がある、あ、でもそうでもないよ、ではハブは風があってダメということで、はい、じゃあ刺し生地で昼の釣りは深瀬&穴釣りで、よし、じゃあ私は穴釣りでね、翔さんは深瀬、穴釣りがいいな、このエギザオと広場の水が釣らないと、ああそうだな、俺はいい、なんかカサゴでもね、
カサゴでも美味しい魚はこの昔深瀬で使ってたエアノス3000番 C3000 に P の船釣り用の 1.5 号、これを 200m も巻いてきたからね。廃物利用、ほとんど廃物利用だよ。でこのエギサオでな、これエギサオで、これで、ね、クロステージ君一回もエギは釣らせてもらったことがないというかわいそうなエギサオいつもちょい投げサオにされてるという、今回は穴釣りで、穴釣りで活躍してもらう、な頼むよって感じな。これよっしゃ、こんな感じで落とし込みの仕掛けができた。じゃあな、餌はこの昨日余ったオキアミ、これでな、このタックルで穴釣りをぶっこいてみる。なんか翔さんが深瀬でなんか釣ってる、なんか釣った、あ、やった、美味しい魚、スズミ、おめでとう。元気はいいですよ、元気。ああ、イスズミじゃん、早くイスズミキープしろよ早く。あれ海にキープしやがった、なんだよ育児なし。あ、なんかまたかけた、何、お、なんか小さいの、なんだそれ、メジナか。ああ、なんかそれにこのエギザオでやる穴釣りダメだ、これ長すぎて、長すぎてダメで、このなんかねエアノスの3000番ももうなんかへたれすぎてダメ、全然ダメだこれダメだよこんなの、やっぱり捨てるしかねえな、このもうこんなヘロヘロになったエアノス。当たりないよ、水底に何もいねえんじゃねえの、うん、そこにはついてる、なんか釣れた、お、なんだこれ、これエソじゃないの、あ、これほら、これが釣れて食ってきたんだ、このほらベラが釣れて、ベラにエソが、エソだよねこれね、エソだよ、美味しいやつじゃないよ、なんかほら赤エソのでかいやつじゃないの、ほら歯が、ほらほらほら、うわーこれだこれ、うわー、なんか小さいの釣れたなと思ったんだよ、そしたらこれをこいつがこう食ったんだよ、こういう風にほらガボーガボー、うわうわうわー、やめてくれー、あで、うわーみたいな感じで、このエソは俺に食われるんだよ、お前は俺に食われるんだ、分かってんだろうな、お前はキープだ、やったぜー。じゃあな、そういうことだな、エサの役目を買って出てくれたこの笹のハベラ君はリリース、ん、生きてる、まだ、あ、生きてる生きてる、ああエソにかじられたぐらいじゃ死なないよあいつも笹のハベラ、おい、行っちゃった、あ、そっちもなんかリリースされてる、なんかリリース合戦、何今のメジナ、イスズミです、あー、ろくなものが釣れねえ、よっしゃ、じゃあ次はな、もう穴釣り嫌になっちゃったから、深瀬で、深瀬でな、一発何かいいものを釣ってみせましょう、空、釣れろ、深瀬にしたらまた、なんか深瀬に変えたら変なのが釣れた、ほら見てくれ見てくれ、お、サンマサンマサンマ、これサンマじゃない、サンマ、ほらやったよ、高級な、今高級なサンマが釣れた、サンマだよこれ、やった、うわーい、なんかこのサンマでもちょっとなんか長細すぎるけど、まあいいよサンマ、お前も持ち帰って食ってやる、よかったな、いやー、さすが大島、高級な魚がいっぱい釣れるよ、おい、サンマだよサンマ、ほらサンマ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 
はい、それで今回持ち帰った釣果は下道中の下道、エソとサンマにてございます。佐敷寺港で釣れたエソとサンマだよ。これをな、今日の晩酌の酒の魚に調理していこうと思うんだけど、何にしようかなって考えたんだけどね、特にエソの方はなんかかまぼこを作ると美味しいとかね、よくネットに書いてあるけど、かまぼこ作るのめんどっちいからよな。でサンマの方はもうもちろん塩焼きに決まってんだろ、塩焼きしかないよねサンマなんだからさ。だからよ、エソの方もまあ一応塩焼きにしようと思ってな。でサンマっていうのは腹綿つけたまんま焼くんだよね。でも今回は初犯の事情があってな、腹綿は取ってから塩焼きにすることにする。で塩焼きとくれば用意せねばならぬものがあんだろうってことで、これ大分かぼす、これをねこうバスッと切って、それでこの果汁をなバッとかけて食ってみようと思う。それともう一個の食い方としてだな、これ大根おろしね、大根おろしをぶっかけるっていうのもサンマの塩焼き結構有名だよね。だからそれをやってみようと思ってな、大根こんなにいらないんだけどさ、まあ大根おろしを作ろうと思う。で私は辛いのが好きなんで、またまた出ちゃったよ、ほらこれを用意しました。これは当家で栽培した硫黄島唐辛子にでございます。激辛、今回も使うのはこの青い実ね、まだ未熟な青い実を、まあ3つも入れりゃもういいだろうって感じで、これを刻んで大根おろしの中にちょこちょこっと混ぜてな、辛い大根おろしをぶっかけてこいつらの塩焼きを食ってみようと思います。じゃあまあとにかくだね、鱗を落としましょう。最初はね、鱗を落としていきます。鱗ついてんだろ、サンマもついてるよね、魚だから、ほらついてるついてる、サンマにもね結構ね鱗ついてるよ、なんか薄い鱗があまり熱くはないね、バリバリはしている。でもバリ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 、ほらサンマっていうのはダツの仲間だからな、ダツ科だと思った、確かな、だからそうなんだよ、鱗がついてんだよ。でこっちはなんかすげえ鱗ついてるよ、確かこの前も調理したことあるから、いっぱいななんか作って刺身かなんかで食ったかな、確かあの時も大島で釣れた赤磯だったかな、あれかな、なんか食ったよな。これほら結構バリバリしてる、これちゃんとじゃあ鱗を落としましょう。はい、鱗が取れました。ほらこんな感じでスベスベ、こっちもスベスベ鱗を取りました。じゃあね、次は調理バサミで腹を裂いて内臓を取り去ることにしましょう。はい、内臓とエラを取ってお腹の中がこのようにきれいになりました。こっちサンマ、サンマも同じようにね内臓を取って、エラもね一応ね取りましたよ。でね、このサンマのこの背骨っていうの、お腹の中の背骨見てください、これほら色がなんか青緑色してんだよ、エイリアンの骨みたいね。サンマの骨ってこんな色してんのって感じだけど、まあ気にしないことにしましょう。でサンマの方はねちょっと長いから焼くのにね長すぎるんで、半分に切ってから焼きましょう。じゃあね、こいつら2匹に塩を振ってから焼けば美味しいかもしれない塩焼きの出来上がりだよ。はーい、焼けました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 。おお、まだまだ湯気が出てるよ、ほら焼きたてだよ、やったな。ダツの方は、あ、ダツって言っちゃいけねえんだ、サンマの方は真ん中で切ったからまたつなげたよな、ほらすごいでしょ、見た目はなんか怪しくもうまそうな焼き魚に仕上がりました。それでは早速食ってみましょう。これだよ、ほら顔が恐ろしいな、なんかもう怒ってるって感じだけどな。でもね、なかなかうまく焼き上がったよ。ほいでほら、このサンマの方なんか骨がやっぱりまださ、見るとなんとなくほらね、青緑、これがちょっとね、なんかね食欲をそそらないというのかね。でこっちの色もなんかね、焼き汁がね、なんかねほらちょっと黄色っぽいような色が出てんだよね。やっぱり食欲そそらないねって感じだけど、まあそれはしょうがねえよな、下道なんだから。でな、今日はな、これほらこれ、こいつな、大分のかぼすな、これとこっち大根おろし、上に乗っかってるこの緑色のやつは硫黄島唐辛子な、これ、おお、また蒸気で
蒸気でレンズが曇った、ちょっとレンズをピッピッピッと拭いてな、よし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 、ほいでこれなかけちゃうとな、なんかあれだと思ってさ、こうお皿2つ用意してな、これな、ここにこれをな、こうパラン、ほらパランとな、お、なかなか美味しそうな、これは食欲そそる色だね、なんかね、これをな、ここにこうビュッ、ああまたまた曇った、また曇った、この汁をな出して、これでつけて食べようと思う。でそうだ、こっちの大根おろしの方にはこれな、こちらな、まずセットアップしましょうね、これね、だーっとこのぐらいいいかな、これ辛い辛味大根じゃない、もっと激辛大根になりましたからね。じゃあな、この2つの調味料というか漬け汁というか、これを使ってな、この2匹の魚を食べていこうと思う。まずはどっちからいくかっていうと、まあサンマからかね、サンマサンマって騒いでたわけだからな、サンマからいこう、サンマサンマサンマ、ここここほらここね、なんかこのサンマは小骨が多いという噂なんだ。うわうわうわ、ほら見てくれよ、黄緑色っていうか、このなんかすごい色、あでもこのお腹の身の色はいいよ、ここな、ここじゃ最初こあーんと何もつけないでいくかな、そうだな、何もつけない方が味がよくわかるよ、いきます。うん、な、油はない。あでもね、うまみないとかいう噂だけど、そんなことないよ、なんかねちょっと美味しいねこれ、うん、うまみはあります、いきます。うん、まあ確かに噂にたがわず、うん、小骨多いな、小骨ね、小骨小骨、でもこれはそんなにサンマとしては大きくない方だから、まあね、あの小骨そんなに気にならないけど、やっぱりこの小骨の色もなんかね、緑色、黄緑色、これがやっぱなんとも言えないねこれね、うん、ここだけは改善してほしいけど、それは改善できねえよな、進化しない限りやな、これな、いきます。うん、でもね、まあ、まずくはないよ、食う魚がなくなったら、これいっぱいいるからさ、このサンマね、いっぱいいるんだよ、八丈島なんか行ったらもう嫌っていうほど多分釣れるだろうからね、食ってみたらいいかもしんないけど、まあ地元の人は食わねえわな、そんなのな、うん、じゃあ今度これこれな、これつけて、これなかなかいいかもしんないよ、はい、いきます。うん、爽やかな味わい、爽やか、うん、それにしてもほら見てくれこれ、この色だぞね、何がどうなっちゃったのって感じだけど、なまあな、それはしょうがないよな、そういうもんなんだから、うん、このサンマはだよな、あたり、あれダメだ、当たり目よね、ほらそう言ってんでしょ。じゃあ次はこれだ、これなんだ、このなんだ、あのエソ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 、身がね柔らかいんだよね、でこれも小骨が多いんだよね、小骨、ああ多いな、小骨がな、もう 見るからにこう小骨って感じで、身が柔らかいから、とにかくね、なんかね、本当はもう少し塩につけてホッケみたいにしたらよかったのかもしれないけど、これも何もつけずにいきます、いきます。うん、身が柔らかい、うん、うん、うん、まあ微妙だな、こっちはな、微妙、うん、もう一個いきます。うん、やっぱり練り物とかにするから、魚だからこう叩いて揚げるとかね、なんかつみれみたいにするとか、うん、そういうのの方がいいのかもしれないね、ほら小骨がもうビヤーって出てる、じゃあこれもこれつけてな、くそ、これよし、うん、こういうのつけるとなんか爽やかな味わいになって、うん、なかなかねうまいですよ、うまいうまいうまい。じゃあな、こっちの食欲のそそらない、食欲そそらない色のこのダツの方にまた戻ってな、これほらこうね、なんか身の色はでも普通に白いよね、身の色は白い、骨だな、問題は骨、じゃあこれをほんとこれこれこれをこうしてベタッ、これすごい辛いから、ね、硫黄と唐辛子は普通の唐辛子と比べてすごい辛いから、ね、食いすぎるとえらいことになる、いきます。うん、うん、あ、辛い、うん、辛い、うん、辛いけど、まあ、辛いの好きな人はこんなんでもいいね、うん、いい、うん、こっちとこっち代わり番組食うと、結構こんな魚でも、こんな魚って言っちゃいけないけど、すいません、こんな魚って言っちゃいました、バカ野郎、はい、すいません、あ、うん、うん、こんな魚、あ、また言っちゃった、また言っちゃったよでもこのような、このような魚でも美味しく食べられます、うん、やっぱりね、なんかこうつけるものを工夫すればいいんだよね、食うものがなくなったら、あの食う魚がなくなったら、ね、美味しいよこれ、美味しい、本当だよ、嘘じゃねえぞ、います、うん、うん、いける、で今度こっちな、これエソな、エソ、エソっていうこのなんか呼び名がなんかな、うまそうじゃないよね、エソってなんか そういう病気なかったっけ、なんか病気の名前みたいで嫌だな、こうしてこうね、こうしてほら乗っけて、これでいきます、
これもね、なかなかね、いける。うん。いけます、いけます、いけます。じゃあ、今度この辺な、この辺。これ本当に柔らかい。なんか、一夜干しにしたらよかったかもしれない。一夜干しぐらいにして、ちょっと水を抜いた方がね。うん。でもまあ、今日はしょうがない、とにかくな。じゃあ、いきます。うん。まあね、食えなかないよ。うん。食えなかない。怖い顔してるけど、な。うん、美味しかったですよ。ありがとうございます。まあありがとうございますってお礼言ったんだけど、まだまだな、食うとこいっぱいあるから、これから食うんだけどな、全部食いますよ、もちろんな。じゃあその前にだな、まあお酒といきましょう。お酒とくればもちろん今日は日本酒でしょって感じで、七軒、それもちっちゃい瓶、これね、これごとお湯につけて保管しておきました。今日はな、あったかいのでいきます、この湯飲みでな。それではいただきます。こりゃうまい、うまいよ。君たち日本酒によく合うよ、本当にうまいね。でこの七軒っていうのはね、これ山梨県のお酒ですね。山梨県北杜市、北杜市のお酒だよ。ほらここに書いてあるね、北杜市山梨名城っていうところが作ってるお酒です。美味しいです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあな、これから今宵はこのお魚ちゃん2匹な、サンマとエソ、これで晩酌を続けさせていただきます。でもね、これ下道だけどね、本当に美味しいですよ。こう料理をちゃんと作ればね、ポイ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 捨てちゃうけどさ、たまにはね、やっぱ毎回毎回っていうのはちょっと無理があるけどね、たまにはね、こう目先を変えてこういう風に下道を食ってみるのもね、いいもんだと思いますよ。本当ですよ。私はね、おすすめしたいですよ。